久しぶり。なんでこんなとこにいるんですか。仕事。おースーツどう、ね、似合う。お待たせ先輩、お疲れ様です。あれ、みんなのみんちゃん、知り合い。なんかね、先輩が。朝早かったですが、やっぱり有村さんと一緒だと楽しくて時間があっという間でした。いつもに比べるとちょっと喋れなかったね、今日は。ちょっとそこが寂しかったですね。スーパーに財布忘れた。怖い。もうあのカードも入ってるし、免許証も入ってるし、銀行 の, あのキャッシュカードとか全部入ってて、お金も入ってて、閉店ギリギリに気づいて、マネージャーさんに電話してお財布を忘れてしまった。でどうしようどうしようって私がパニクってるから、あのものすごい冷静にあのいろいろ助けてくれて、おかげでありました。ちゃんとスーパーのなんかグレープフルーツの上とかも来ましたね。違う違う違う、お買い物してお買い物してお買い物して、あのカゴに袋に入れるじゃん最後、はい、で置いてきちゃったの、ポンって。あ、財布だけ持ってったから。あ、それは気持ち分かりました。私は逆にタクシーに乗った時にお金を持ってなかった。だから乗って到着地点まで着いた時に、あの交通系のカードも現金持ってないことに気づいて、払えないみたいな、焦りましたね。困るね、それ。お金って怖いですよね。ね、気をつけようね。はい。私このお仕事初めてパンプスとかヒールを履いたんで、もうさ歩き方が分かんなかったです。大変な世界だなと思いました。2回目のドラマに出演させてもらった時、ゲストで出させてもらったんですけど、やっぱ緊張はすごいしてて、お腹痛くなっちゃって、緊張ですごい大変な思いをしました。MD 弱いって思いました。そこにいるんですよ。大人ですね。大人な女性だなと思いました。お二人とも。人とコミュニケーションを取るの好きですか？喋りますね、よく。うん、だからすごい、あ、いいなって思いました。ありがとうございます。年齢的にちょっと上だと思うんですけど、話しかけたら本当にすごくナチュラルに返してくれたので、私喋りやすくて結構盛り上がっちゃいました。あの後輩に多分先輩だと思われたことがほとんどないですね。だんだんこの最初あった年の差がこういつの間にかなくなってるみたいなことがすごい。私あの中学校の時に吹奏楽部やってたんですけど、フルートで、でだんだん学年も上がってきて後輩で来た時にフルート教えなきゃいけないんですけど、自分よりフルートみんな上手くなっちゃって、なんか寂しかったです。部活の時の先輩はすごい厳しかったので、テニス部だったんですけど、1年生の時はコートで打たせてもらえなかったから、ずっとボールヒールしてて、で、まあ、ちょっと喋ると連帯責任でこうみんなで走ってとかっていう部活動だったんですけど、まあ
でもスポーツ系って大抵そういうもんですよね。なんかそこで忍耐鍛えてもらったなと思います。皆さんこんにちは、有村架純です。浜辺美波です。萩原陸です。この度私たちは、姉妹役として JA 共済さんの CM に出演させていただいています。そして、私たち姉妹に加えて新人ライフアドバイザーが初登場しています。はい、今回から有村さんの後輩ライフアドバイザー、そして浜辺さんの学生時代の先輩役として出演させていただいています。新たな仲間も加わり、さらに、賑やかになった JA 共済さんの新 CM ぜひお楽しみください。そして CM では生活習慣病といった皆さんの身近なリスクに備えられる新しい共済、身近なリスクに備えるを紹介しています。皆さんもこの CM を通してご自身の身近にあるリスクについて知り、リスクに備える大切さについて一度考えていただくいい機会になればいいなと思います。以上、有村架純と浜辺美波と萩原陸でした。